富士岡駅は静岡県御殿場橋中山にある東海旅客鉄道御殿場線の駅である。駅番号は c b 1 2殿場橋南部の富士岡地区に位置する駅。かつては富士岡村内唯一の鉄道駅であった。御殿場線がまだ東海道本線の一部であった1911年5月に開設された富士岡信号所が当駅の前身である。 戦時中の1944年8月に、信号場から駅に変更され、旅客営業を開始した。営業開始当初は、軍関係者のみ利用可能であり、駅から南へ 1km ほど行った場所にある、陸軍重砲兵学校富士分教場へ通勤、通学する定期乗車券所持者や軍人、軍属専用の駅であった。しかし軍関係者専用駅だった期間は、 約2ヶ月間と短く、1944年11月には一般客の利用も可能になった。ホーム風景島式ホーム一面二線を持つ地上駅。ホームの東側が下り列車が使用する1番線、ホームの西側が上り列車が使用する2番線である。駅舎は駅構内東側にあり、1番線をまたぐ古線橋でホーム北端とつながっている。 駅舎内には JR 前線切符売り場が設置されている。かつてはスイッチバック式の駅で御殿場線の単線化後は本線と着発線一線、それに着発線に設けられた単式ホーム一面という構造になっていた。1968年の電化沖に勾配場にホームが移設されスイッチバックは廃止された。この時新設された単式ホームは 駅舎の北側にあり、1989年に新設された現在の島式ホームとは異なる。当駅は業務委託駅であるため、東海交通事業の係員が駅業務を行っている。ただし、夜間は係員が配置されない無人駅となる。また、管理駅である御殿場駅が当駅を管理している。静岡県統計年館及び御殿場市統計書によると、 2019年度の1日平均乗車人員は1,120人である。近年の推移は以下の通りである。駅前通りを突き当たりまで進んだところに藤岡バス停がある。注釈区出店。ありがとうございます。